しい大会へ、すべての人にすべての力を、をメッセージとして、佐賀2024北スポ全勝スポが嬉野市で開催されます。スポーツはする、見る、支えるが合わさって大きな力となります。さあ、あなたもその一人になって、地域にスポーツの文化を開花させましょう。佐賀2024北スポ全勝スポ見どころナビ。2024年に嬉野市で行われる佐賀2024国スポ全勝スポの競技は、レスリング、軟式野球、薙刀、武術太極拳、スポーツチャンバラ、ボッチャ、電動車椅子サッカーの7つです。今回取り上げるのは佐賀2024全国障害者スポーツ大会の正式競技ボッチャです。正式競技は障害者スポーツの全国的な祭典である全国障害者スポーツ大会において、競技規則に定められた個人競技及び団体競技です。競技などを通じスポーツの楽しさを体験するとともに、障害者の社会参加の推進に寄与しています。ボッチャは赤いボールを持つ選手と青いボールを持つ選手がジャックボールと呼ばれる白い目標球にめがけてそれぞれ6球ずつ投げ合うスポーツです。ボッチャはトップレベルともなると、何手も先を読んだ戦略を考え、針の穴を通すような投球を行います。地道に努力して身につけることができる技術です。佐賀市天雄にある佐賀パラスポーツセンターでは、ボッチャのクラブチームカレイドスコープが定期的に練習を行っています。カレイドスコープとはどのようなチームでしょうか？このチームはもともと車椅子のツインバスケット、こちらの方を取り組んでいたんですけれども、他の競技を取り組んでいこうというところでボッチャ、東京2020でも有名になったこのボッチャをみんなでやってみようじゃないかというところからこのチームが生まれ、毎週木曜日という定期的にこの時間夜集まって、ボッチャ初心者の方から、そして佐賀2024を目指す選手一緒になって和気あいあいとやっているチームです。チームの中には家族の支えを受けながらボッチャに取り組んでいる姉妹がいます。姉の陣内敦子さんと妹の陣内英子さんです。オペレーターである英子さんが転がったボールのそばでメモを取る姿が見られます。どうしてメモを取っているのでしょうか？ボールの材質だったり柔らかさがそれぞれ違うので、どのボールがどの位置で、セットするとどこまで行くのかっていうのを一球一球データを取ることによって試合に備えるためにそういう練習を日頃やっております。体育館によって床の材質とかそういうのでも違ってくるし、もっとベテランの方だと湿度とか天候とかによっても転がり方が違うって言われるぐらい精密な調整が必要です。練習の時はコミュニケーションを とにかく取りながら練習をしてるんですけど、試合になったら一切会話ができないので、そこが意思疎通が そこではできないので、日頃の意思疎通を大事に密にしておくっていうところと、試合でいかに姉の意思を汲み取って的確に、制限時間があるので時間内に的確な指示を受けて正確に指示通りに設置するっていうところをすごく意識をしてます。ランプを右とか言った時に向き合ってるので、そう、右って言ったけど左に動いたりとかしないように最初から決めておくっていう決め事ですね。はい。
それぞれボッチャを始めたきっかけを聞きました。私自身ボッチャを知ったきっかけはボッチャ協会の今井さんとの出会いにより、それまで私はスポーツをすることがなく見るというところであって、何かけどスポーツ取り組んでみたいなという話をしたときに、まあ、車椅子でもできる種目というところでボッチャを進めてもらい、そこからボッチャとの楽しみを知りました。初めてボッチャっていう競技を知ったのは、リオのパラリンピックでした。で、その時は重度な障害者の方がこんなパラリンピックに出場できるような競技があるっていうので、すごく衝撃を受けて、二人で一緒に見てて、で、なんかね、面白そうねって話してました。それでもなんかやってみたいなって思ったんですけど、それをこう行動に移す勇気はなくって、で、そんな中同じ職場の方が佐賀市内でもボッチャができるから始めようと思ってるっていう話を聞いて、あ、じゃあ私もやってみたいって思って、ぜひ見学させてくださいって、その時に練習の中で感じるボッチャの魅力を伺いました。ボッチャは最後の最後までどうなるかがわからないというところに一つの魅力があるなというふうに思っています。一球一球狙ったところにボールを転がしていき、そして最後ジャックボールにピタッとボールがくっついた時のこの喜びというのは、本当にこの競技の面白さだというふうに思います。とにかくボッチャが楽しくてしょうがないっていう感じで、家でもご飯食べる時とか暇さえあればボッチャの戦略というか作戦を2人でいつも話してて、やっぱりこの機会がないと練習ができないので、家では2人でこう練習ができないんですよね。なのでもう体育館が取れればいつでももう練習したいねっていう話をしてるぐらい、2人ですごく今意欲的にやってるし、さらに仲良くなったような気もします。全国障害者スポーツ大会のボッチャは2024年10月26日と27日、嬉野市中央体育館ユースポで行われます。みんなで応援しよう。